ベニヤ板ですか。これね、チェックボードみたいな。ああ、あ、本当だ。これで剥がすともう店舗に何年くなってしまうからさ。はい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 、悩んでたかな。なるほど、うん、ちょっとじゃあ Are you recording? Yes。 ちょっといくつか質問と現状の説明をさせてください。ちょっとお店の名前を教えていただけますか。有限会社、はい、木村布団。木村布団さん、うん、今飯やるね。はい、うん、で今一番やっぱり必要とされているのはこのやっぱり壁を今どうするか。とにかくね、店を来てんだけど店を開催したいのね、はい、で商品はあるんだ、はい、ただこの表がさ、はい、まあ、表はこのままでもできると思うんだけど、はい、ガラスが抜けちゃってるから。ああ、ガラスね、うん、それとグリーンシート、はい、グリーンシート貼って、はい、商品応募と思ってるのね、はい、一時的にはそんな応急処置はできんだけど、はいはい、結局はこいつ張り替えないとできないんですよ。ああ、そうですね。何壁ですか。石膏ボードっつったんだな、これな。石膏ボード、あのね、はい、断熱材入ってんじゃん。断熱材が入ってる、うん、そういうのがさ、結構泥吸ってんだ。あ、だから下の部分はみんな引っ張り出したんだけどさ、はい、出てくる、うわっ、どこだ、見やる。あ、ほんとだ。見える、ここから。なるほど、これはまずいですね。こっち側に。ほんとだ、だからこの辺まで水入ってっから、はい、こいつやっちゃうともう店何年くなってしまう。これ高いんですやっぱり1万円。通よりも今業者さんもいないでしょ。ああ、なるほど、うん、こいつ剥がしてしまったら無事もんほどなっからさ、うん、ごまかしながら、はいはいはい、はい、うん、あげないしようかなと思ってんだ。なるほどですね。前はどういうふうに布団を飾ったんですか。こういう台みたいなのが、うん、これね、ガチャ柱に棚がある。ああいう感じでしょ、棚。はい、はいはい、ね、棚がずっとこれこの字が台に入って、はい、いろんな細い商品を置いてたし、木のパネルですね、うん、あとここにはほら重機が何台もあって、はい、お布団の台、カバーの台、あ、台が、うん、あとこの辺は、はい、ハンガーをずっとかけて、はい、パジャマとかね、寝具にしてとか、はい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 、あ、パジャマ、うん、なるほど。これとりあえずそれがあって、うん、飽きないからスタートしたら、ま、意外と飽きないですよ、うまく回る感じですか。そこまで持っていければ、うん、はいはいはい、うん、ちょっと僕、素人なんで分かんないですけど、布団っていうのは結構その毎日人が買いに来るものなんですかね。あのね、今、布団ワンと石巻では需要高いの。いや、絶対そうですね、うんうん、だからね、早めにね、商品あるっていうのもお客さんに伝えたいんだけども、うんうん、この状態の店では、はい、ちょっとまだ、ああ、そうですね、そこまでできないんだ、はい、ちょっとやっぱりあと表の状態がさ、はい、まだごちゃごちゃになってる。人はだいぶ綺麗になったけどね、はい、この状態でもちょっとね、失礼だと呼べないし。ああ、なるほど、見せづらを綺麗にしていくんですね、うん、商品自体は、商品はね、全部できれば結構もうあるの。へ、隣空き家だったから、はい、今こっち片付けるのに新しい商品が全部隣に収納したんだ。あ、うん、だってみんなこれ布団とかむちむちになっちゃったら使い物にならないですね。最初のやつは全部処分したよ。処分したし、使える分は、はい、寄付した。はい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 、うん、なるほどなるほど。まあでも他もいつもみんなそんな状況だからソフトはニーズありますよね、うん、これと新しい商品もだいぶ入ってきてるんだけど、はい、結局はね、みんな大変だから、うん、今までのほとんど寄付だな。金額聞かれてもさ、うん、なかなか言えねえわ。あ、そうですね、うん、なるほど、うん、ここはちなみに、うん、幾分かは援助出るんですか、国から。
まだ全然決まってない。決まってない、うん、ただ全村記事は自衛会地域とかってなってるから、はい、複数分には行政で無料でやるみたいだけどね。あ、なるほど。まあ商店主に補助とかそういうのはまだ全然決まってないでしょう。ね、なんか住んでるところは補助がすぐ取れるって聞いたんですけど、飽きないだけのところはなんか取りにくいとか、生活したかったの。それもおかしな仕組みですけどね。それもおかしな仕組みですけどね。だって飽きないやってるところがちゃんと補助しないと、そうだね、町として回らないじゃないですか。なるほど。もともとここね、震災前も環境的には厳しくなってる商店街やろね。ああ、人も減って。人も減ってるし、宇治川の高規格道路周りに、はい、イオンとか、そういう大型店が張り付いて、ここ大きい商業会ができてるしね。はいはいはい、結構ここから車で近いところなんですか。そうだね、車で10分か15分くらいじゃないかな。なるほど。そこはピンピンしてるんですか、今、地震でも。現状いいみたいな。なるほど。なるほど。じゃあ、根本的に何かこう、町おこしじゃないけれども、もっとお客さんが来るような仕組みを作りながら復興していくっていうのが、一番目標。ここに関してはね、かなり大きくこう、改革していかない、改革っていうかね、地盤も下がってるのを聞いたでしょ、はいはいはい、当然どもりはしなきゃないし、最終的には再開発とか区画整備とか、そういうふうにしていかないと難しいと思う。もう全体的にっていうことですね。そうそうそう、ここから駅までの間でね、はい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 、はい、それは賛成といえば賛成なんですか。そう、そうしないとね、一時的にこの辺の商店街はね、機能するかもしれないけども、はい、川岸をからまず設置していかないと、はい、持たないから、この辺。あとはもう専門家さんにこうね、地質調査とかアドバイスしてもらわないと分かんない部分もあるんだけど、ね、はい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 、例えばそういうニュータウン計画みたいな感じで、じゃあみんなで足並みに揃えて、全体的に新しくしましょう、一番に沿ってっていう、そうやってみんなのやっぱり同意は得られるよね、まだ。なんか得られるっていうか、そういうふうに持っていかないと生き延びれないと思う。なるほどですね。ほんでね、このバックヤードのお客さんたち、はい、意外、もっとひどい人たちいっぱいいるでしょ、はい、どんどんもういなくなっちゃった。だからうちらも本当に早く浴びない再開してあげるんですよ。ああ、だからって商店がもう、商店はいいんだけども、今まで住んでた人たちみんな移動してるから、お客さんも自体が来ちゃったから、私たちにとって大切なお客さんたちが移動を始めてるから、できるだけ早くに、はい、そうですよね、店を動かさないと、はい、まあ、仮止めが再開して、あと大きな傾向があるなれば、それはまたもちろんしてっていう感じで、なるほど、ありました。じゃあ、できる限り近づかせていただきます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、うん。